みかんの箱を持ってちょうど55キロにしました。今からトイレに行ってきます。トイレの後の体重を測っていきます。今日はマイタケを使ってダイエット用にスープを作っていきたいと思います。まずはじめに鍋に水を入れて沸騰させます。舞茸を入れたら沸騰させます。沸騰してきたら弱火で30分。30分経ったら業務用スーパーで買った肉出しです。でキムチを1パック入れます。これで出来上がりです。スープを飲んでこれだけの塩が出ました。 0.3 みんなもぜひスープを作ってみてください。おしまい。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンよろしくね。他の動画も見てね。チ
ツイッター、インスタグラム、はるなチャンネルも見てね。